はぶらかしおったな、キスケ。化け物などこの世におるものか。まんまと現実を食ろうだが、もう騙されぬぞ。おい、さっきの続きが聞きてえ。美濃で一体何があった？鳴神藩のひた隠す宝刀を奪いに行く使命じゃった。公儀は気に食わぬ小藩の落ち度を探し取り潰しておる。徳川に近畿の村政を隠しておれば理由に不足はない。お主はなぜかその刀を持って逃げようとしたんじゃ。怨霊を切り伏せたその構え、伊豆田甚九郎と同じ剣を使う者が他にもおったとは。その方を殺すのはちと惜しゅうなってきた。どうだ、キスケとやら、腕を試してみぬか。申し出を受けるなら伊賀の上人らに働きかけ、抜け人一匹赦免いたすように説得してやらぬでもないぞ。うさんくせえ話だが、突っぱねるのは早計か。このままじゃこの先どこへ行ってもおちおち道も歩けやしねえや。九段の鳴神で藩主鏡の娘虎姫が改易を不服として藩徒となって伊吹山に立てこもっており、捕らえたいが姫に化け物がついたとの噂が立ち、少々手を焼いておる。その方なら化け物など物の数ではあるまい。伊吹山の鬼となりし鳴神の姫、公儀の手の者より早く召し取ってみせい。できれば晴れて自由の身じゃ。にどうでっか、伊勢であつらえた言うてみなはれ。お里の
足で一人旅なんて抜け参りでございましょう。だこりゃいける。うめえうめえ。いくらでも腹に入る。こりゃいける。うめえうめえ。ごちそうさん。